それに取りつかれたら助からない。およそ人間とは思えない動きに異形の姿、それが口にするのは呪いの言葉、その怪異の名は山の毛。今回はそんな明日遭遇するかもしれない恐怖の存在を民族学的に解剖しよう。おみこ、ようこそ民族学研究室へ。主任研究員の天童美子です。そんなわけでシャレコ若い有数の化け物山の毛、こちらを民族学の視点から考察した記事を見つけたので紹介しようと思う。結論から言ってしまうと、山の怪異欲張りセットということなので順を追って説明しますね。スペシャルサンクスはこちら、いつも応援ありがとうございます。あ、チャンネル登録してね。山の毛は当チャンネルでおなじみインターネット掲示板2チャンネルのオカルト版シャレコワに投稿された怪談だ。ざっくりあらすじをまとめると、この話は投稿者が娘とドライブに出かけた山中で舗装されていない脇道に入り、エンジンが停止してしまう。山の中で一晩起こそうと眠りにつくと、天、草、滅、周囲から怪しい声が聞こえてくる。すると見たこともない不気味な異形の存在が、天、草、滅と言葉を発しながら車に近づいてくる。異形の存在は車を通り過ぎるものの、娘が寝ている助手席の窓の外に姿を現した。怖さよりも娘に近づかれた怒りで投稿者が叫ぶと、異形の存在は消える。しかし助手席に座っていたはずの娘は羽を切ると、入れた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 と不気味な言葉を繰り返す。するとエンジンが動くようになり、すぐに車を出す投稿者。しかし家に帰る途中、娘は天、そう、滅とつぶやき始める。投稿者は近くの寺に駆け込み、住職に助けを求めた。住職は娘に山の毛がついていると語り、彼女を預かることにする。そして四十九日経っても状態が改善しない場合、娘が元に戻ることはないという。山の毛は女につくらしく、このまま家に帰ったら妻にもついてしまう。投稿者と住職は妻にも話し、信じてもらい寺に娘を預ける。しかし一週間毎日様子を見に行っているが、娘はもう元の姿ではなく、ニタニタと不気味な笑顔を浮かべている。遊び半分で山には行くな。サンチェックです。この理不尽な怪談ほんと好き。スレッド内では山の毛の正体はチミであるという考察がありましたが、そもそもチミとは山に出る怪異のことなので、山の毛の正体は山に出る化け物であるということになってしまう。小泉構文かな。そして後に山の毛の真実という体験談も投稿されましたが、登場人物にリアリティはないわ、山の毛が陰獣扱いされるわ、変なイケメンは出てくるわ、僕の考えた最強の性癖ごったまぜ R18 同人誌って感じなので除外しますね。まず山の毛の特徴を整理すると、一本足、真っ白な見た目、天草滅という言葉を発しながら片足飛びで移動する、女性に取り付く、女性に取り付いた際入れたという言葉を発する、山に出るあたりだろう。これらを一つずつ見ていこう。山に出るについては、山の毛の語源と思われる山の貝から、山以外には現れないと思われる。一本足については、一本だったら一本足、三性、片足上郎が思い浮かぶように、山に出る多くの怪異は一本足が特徴である。山の怪異が一本足である理由はいくつかの要因がある。まず民族学者の柳田邦夫は、山の怪異が一つ目や一本足なのは、神の生贄に捧げられた人間が片目や片足を損傷していた姿から来たと述べている。また民族学者の谷川健一は、一つ目一本足の山の神妖怪は、山に住む製鉄民が長年にわたり炉の中を見て片目がやられ、長年たたらを踏んで片足がやられた姿から来たのだと述べている。また地面を片足で踏むという動作は、土地の精霊を鎮めるという意味がある。相撲の四股を踏む行為も、大地の邪悪な霊を踏み沈め、大地を目覚めさせて豊作を約束させる行為であったと言われている。そこから転じて、山の妖怪や怪異が片足で描かれるのは、地鎮のため片足で地面を踏み締める民族儀礼に由来する可能性があると思われる。また山の怪異が片足イメージなのは、山の神の拠りになるカカシが一本足で立っていることも一因ではないかという意見がある。カカシはこちらの動画で解説したので見てね。続いて外見の真っ白い見た目だが、ヤマンバをはじめとする女性性の山の怪異はおしろいを欲しがった伝承がある。奈良県にはおしろいババアというヤマンバに通じるような妖怪が伝わっている。この特徴に焦点を当てれば、山の毛はメスと思われる。そして天草滅の言葉だが、こちらは意味が不明。インターネット上では天草滅ではないかと言われているが、
ーん、なんとも言えない。そもそも本当に山の毛が天宗滅と言っていたのか不明で、もしかしたら聞き間違えた可能性もある。また山の毛が女性に取り付いた際、入れたという日本語を口にすることを考えると、天宗滅も何らかの日本語である可能性がある。そして天から連想できるものに天がある。天は見た目はイタチに似ているが、キツネ七化け、タヌキ、ヤ化け、天のク化け、やれ恐ろしやという言い伝えから、キツネやタヌキよりも人を化かすのが得意と考えられている。水木しげる先生の妖怪大全には、天は複数匹が連なって不思議な動きをすると説明されており、これは山の毛の奇怪な動きと共通点があるのではないだろうか。したがって山の毛は天が化けた可能性がある。しかしその後の宗と滅がわからんので、詳しい方コメントお待ちしております。続いての特徴、女性に取り付くことだが、山の妖怪は高色なものが多く、女性をさらって慰み者にすると言われている。中国の山椒は人間の女性との関わりを好むし、日本では柳田国男の塔の物語にも山男が女性をさらって子を産ませて食べる話がある。塔の物語はこちらの動画で現代語訳して朗読したので見てね。また山子という山の怪はオスのみが生まれるため、人間の女性と子を産むと言われている。この特徴から考えると、山の毛はオスの妖怪である可能性が高い。え、さっきメスって言ってなかったっけ、という声が聞こえそうなのですが、そこがミソです。この山の毛、メスの怪異の特徴とオスの怪異の特徴、両方が存在して矛盾を起こしているんですね。妖精具有かもしらんけど。その他、山の神や山の妖怪に見られる特徴がメガ盛りされているので、あまりにもできすぎているなと。なので結論は、特徴キメラなので創作である可能性が高いに落ち着くかなと。もしかしたらそれなりに民族学的知識を持つ人が書いたのかもしれない。これがプロの犯行、信じるか信じないかは巫女さん次第。というわけで、いかがでしたでしょうか。山の毛の解剖動画でした。山の毛の真実を読んだ時間を返してほしい。よければコメントで考察を聞かせてね。ではこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録で応援お願いします。天童巫女を支援してくれる支援者さんも募集中です。概要欄からクリエイティアを見てね。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。